気で戦争法案を止めないと私たち、そして私たちの子供たち、孫の時代には確実に戦争に持ってかれてしまいそうな流れになってきたと思います。何としても戦争なんていうものは二度とやってはいけないということをこの日本という国は学んだはずで、憲法まで結実させたわけですけれども、その憲法をいとも簡単に安倍さんが踏みにじっていこうとしている。今抵抗しなければもう次はもうない、もうどうにも手足をもがれてしまうという時代が来ると思いますので、本気で止めたいと私も思いますし、ぜひとも皆さんにもお力を貸していただきたいと思います。遅れてきてしまってこんな挨拶をさせていただくのは大変恥ずかしいですけれども、これからのパレードをご一緒させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。